はい、こんにちは、幸先生です。今日はクレヨンと絵の具で、表現してみようということで、8月に誕生日の方がいたので、8月の明るい太陽のイメージで、色を選んで、文字を書いてみたんですけれども、これに書きますか、ぐるぐるぐるっと、ね、白い線が書いてあったり黄色い線が書いてあったりする、これがクレヨンです。クレヨン の明るい色が特におすすめなんですけど、黄色とか白とか、まあ、白なんかは画用紙に書いたりするともう全然写んないので、手の感覚を信じて書いてあげなきゃいけないんですけど、まあ、そんな風にして、仕込みをしてあげるとこんな風に楽しい雰囲気の文字が出来上がるので、それについて後で実際にやってるところを早回し3分でお届けしたいと思います。でこういう明るい黄色とか明るい白が引き立つのは原色と言われるもの、まあ、先生の今日着ている朱色なんかも原色って言われるものなんですけども、原色って言われるものはこの十二色相環っていう色の輪っかの中のこの一番派手な鮮やかな色って言われる色ですね。クレヨンとかにそのままある色が多いんですけれども、に対してこのそれに白を混ぜたものが皆さんの大好きなパステルカラーっていう色になります。今回クレヨンさんで、白とか黄色とかっていう風に使うので、例えば黄色の上に何を置いたら目立つかなっていうことを考えて、クレヨンの上に何を置くかを考えると失敗なく目立つ組み合わせで、効果が得られると思います。例えば黄色いクレヨンの上に黄色を置いても、色が近すぎてちょっとあんまり目立たないかもしれません、ね、だけど例えば赤とかグリーンとか、あるいは青とか紫とか、まあ、紫はちょっとこの円の中でも反対側にある色って言われるので、ちょっと目にきついチラチラしちゃうかもしれないので、まあ、今回はその紫は避けて、じゃあこのぐらいとかこのぐらいとかの角度のに位置するもの、例えばブルーとかでもいいと思うんですけど、より今回はあったかいイメージでやりたいので赤を選びました。白に関しても何でも目立ちそうなんですけど、やっぱりパステルカラーだと色がちょっと近いので、この外側の色で選んでいくといいですね。もうこれにさらに黒を混ぜたら、少し黒を混ぜたような色がダークカラーって言われるものがあるんですけども、まあ、白だったらそっちのダークカラーとも相性がいいかもしれません。で例えばそれこそ紫とかでも大丈夫ですし、ただどうでしょう、やっぱり黄色っていうのが目にそう目立つような効果が出ないかもしれません。あまりはっきり違いが目では見分けられないかもしれません。なので、この辺の、まあ、鮮やかな、ここまでパステルじゃない鮮やかめのピンクとかを今回は選んでいるんですけども、まあ、感覚的に何回もやってると分かってくることもあるので、いろいろ自分で試してみて、この組み合わせはどうかなっていうふうに選ぶといいと思います。もう一つポイントがあって、それがこういうふうに色を間から見せたかったら、ちょっとグリグリグリと塗り込むんじゃなくて、隙間が空くように塗るということで、今回ぐるぐるぐるっていうバネみたいな描き方を選んでるんですけど、まあ、例えば水玉であったりストライプであったり、ちょっと工夫して柄を入れて今回はやってるっていうのをご紹介しています。その他の
まあ、やり方だと例えばこうやってここがクレヨンで、分けてあったり、例えばここも境目は黄色使っていたりして、その外側の水色と大きく違う色なので目立っているとか、だからこの黒の中もやや、白を混ぜたような原色で全部塗っていたりしますね。こちらは、そもそもたださらっとクレヨンで家庭の火と書いておいて、その上に絵の具の淡い黄色を作ってバーッと塗るだけ、それだけでもすごく文字が目立つっていう説明ですね。これがさらに太いともっと目立つよねっていう話ですね。でちょっと淡い色にそれより濃い色で強調してあげるっていう方法もありますよなんて話になってくると、どうですか、もう家庭の火って書いてある通りポスターに活かせてきそうな気がしますよね。こんな風に遠くから離れてもはっきり見えるようにって思うと、文字を太く、そして目立つようにすると効果的なので、ぜひクレヨンも活用しながらポップで綺麗な文字をポスターに使ってあげてみてくださいね。ということで、前置き長くなりましたが、じゃあ、バースデー、ハッピーバースデーの文字をご覧ください。どうぞ。はい、画用紙には文字はなるべく薄く鉛筆で下書きをしておいてから始めましょう。さあ、明るい黄色でぐるぐる隙間を開けて書いております。ハッピーで幸せなっていう意味ですね。さあ次は白でくるくるとやっていますが、見えないので指先を信じながら、下書きに従って、書いていきましょう。その後これは周りに塗りたい色で、囲んでおきます。塗る時の目印程度に使っています。このゆったりと太い字を書くコツは魚の骨作戦でご覧ください。さあ黄色の上にゆったりと絵の具の赤色を塗っていきます。バサバサにならないようにね、水を多めに含んで、さあ絵の具を弾いてくっきり色が鮮やかに出てるのがわかると思います。筆は同じ太さで水たっぷりで描いていきましょう。ピンク色はバースデー、誕生日という文字です。筆先最初始めるところがバサバサにならないように気をつけてください。くるっと優しい感じを出したいので、柔らかく丁寧に先っぽを作ってあげます。さああっという間に8倍で塗りました。色の組み合わせは色鉛筆など他の紙に書いてみましたよ。試し書きしてみるのは大事ですね。さあこの後周りを塗っていきます。周りなので普段親指の爪ぐらいって言ってるんですけれども、まあ、その3倍か4倍ぐらいは作って、それを水で薄めて使っていきます。平筆がおすすめです。で大体手のひら、自分の指以外の手のひらの大きさぐらいずつなら、まあ1回に丁寧に塗っていけると思うので、そのぐらいずつを丁寧に塗っていきましょう。なるべくムラにならないように筆の動かす向きを揃えるといいですね。文字の穴も塗っていきます。さあ周りをいい感じに、囲めたら完成です。ちょっと見えないですけどね、すいません。はい、このように完成です。ありがとうございました。
よかったらチャンネル登録してみてくださいね。